船に泊まろう。大阪南港カモメフェリーターミナル。そこにいたのは坊主頭の子供たち。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あれ、どこ行くの？鹿児島に。鹿児島？はい。鹿児島何しに？剣道。はい、大会。鹿児島行きのサンフラワーに乗り込むのは奈良の少年剣道チーム。志布志で行われる剣道大会に出場するんだそうです。そこで今週は南九州航路大阪志布志路線をご紹介しましょう。せーの、いざ出航。元気な子供たちの夢を乗せサンフラワーが岸壁を離れます。大阪から志布志までおよそ15時間の船旅です。子供たちの部屋をちょっと覗いてみましょう。目標は優勝。優勝。自信は？まあまああります。まあ、この船やったらまあ、みんなでワイワイ騒ぎながら規律面でもしっかり指導できる場所かなと思っています。翌朝、子供たちは5時半に起床。朝稽古で汗を流していました。これも船旅ならではの光景。そして志布志港に到着。試合会場へと向かいます。毎年行われている志布志お釈迦祭り剣道大会。小学校低学年から高校の部まで169チーム555人が参加しています。奈良の高山くんチームは小学校高学年の部でなんとベスト4に進出。そして迎えた準決勝。惜しくも決勝進出はなりませんでしたが、精一杯頑張りました。遠いところに来て結果出したのは良かった。ではここで鹿児島の人気スポットをご紹介しましょう。桜島の溶岩渚公園内にある無料の足湯はなんと全長100メートル、地下1000メートルから湧き出る源泉かけ流しです。